不動産投資ですよね。フィリピンの不動産投資。まあ、実績ある会社とか、評判がいい会社とか、人気ある会社、まあ、経験豊富な会社、信頼できる会社って結構探されてる方多いと思うんですけども、まあ、当然、海外の、物件の情報っていうのは日本よりも、結構薄くてですね、そのせいで、まあ、結構詐欺に遭ってしまう人とかですね、やっぱりいるので、信頼できる会社って大事なんですけども、まあ、条件としてですね、僕みたいにマカティとかそういうもう伸びる、明らかに伸びる国、場所ですね、ピンポイントで、立地として紹介してるとか、水回りとかその辺の管理がしっかり、その後サポートできるところ、あと、実際に販売、最後にエグジット販売するときにしっかり販売ルートがあるっていうのは重要なポイントかなと思います。コネクションっていうのは大事ですね。で、年金のですね、シミュレーション、手取りのシミュレーション聞きたいとかですね、あと所得税はどれぐらい引かれるのかと。